すごいシンガラジオジャパンポッドキャストアワード2021スポティファイネクストクリエイター賞受賞、はい、あ,りいありがとうございます。えー、今、ん紀が言ったようにですね、受賞いたしました、<laughs> 以前のエピソードでジャパンポッドキャストアワードっの推薦作品に選ばれたことを番外編でお知らせしたんですが、はい、あれはその、このノミネートされなかった 作品の中で結構頑張ってたやつみたいな意味合いで、だからノミネートされなかったんですよ。はい、僕そういう風うに聞いてました。はい。で、あ、だからあ終わったなって思ってたんですけど、まあいわゆる別枠というか、はい、特別賞みたいな感じですかね。<う>はい。それをいただきましたね。Spotify Next クリエイター賞ということで。やった。ちょっと待ってくだそこはい。 お開けてくださいいいっすか開けちゃってこのジュラルミンケースの中に入った開き方がわからないですけどけ <laughs> こっちやこっち <laughs> おのおりさんそれはダメっすよあここですかおめちゃくちゃ現金1000万くらい入ってるかもしれないほんまっすかっもらっていいっすかジュラルミンケースオープンはいあれ開かないっす おおじゃあ授賞式しましょういいんすか <laughs> ごついっすねシンプルおめでとうございますありがとうございますこのトロフィーっていうんですかね<は>トロフィーやと思うんですこの形をちょっと純記形容してもらえますかねここれれですかこれちょっとと映像がないと かかりづらいかもしれませんがこれはちょっと形容しがたい <laughs> 形容しがたいですね <laughs> でちょっと芸術的な形をしていてはい何て言うんですよねこの下は円柱なんですけどそこからこうウエストみたいにこう細くなっていって <laughs> でそこからまた膨れるんですけどでさらにそこからまたこうくびれていってみたいなで円じゃなくてここえぐれてますよねそうですねそれがね手作りというかね何て言ってたかな まあどう見ても大量生産するようなものではないかと<ー>このためにですねはいいただきましたということでこテカってないですねあえて渋いはい純粋の下宿にでも飾っといてくださいえ飾っていいですか <laughs> それはもうノリさんの研究室に飾っとくんじゃないです、はい、メルカリに出すだか <laughs> 受賞したんですけどこれ<賞>ちゃんとすごいシンクラジオって書いてますこれはいえなんか YouTube でもらうあの なんか銀の盾みたいな、はい、あんな感じじゃないですか。<前><ー>ね、これ本当に純季と私でねやってきて純季がいなければという感じだったんで。いやもう本当はい、はい、ノールさんのおかげさまですよ、うんわで。ジャパンポッドキャストアワード自体は日本放送そのラジオ局が主催かなその企画したイベントだけどその Spotify ネクストクリエイターショーというのは何かというと、まあ、Spotify さんが日本において、うん でポッドキャストのさらなる普及を目的に次の時代を担う音声クリエイターを発掘ということでネクストクリエイターってことですか、まあ、ネクストだからね僕毎回「ニューって呼んで <laughs> ノーリさんに怒られてましたけど、まあ、まだまだまだってことですけど <laughs>、はい、頑張ってくださいねという賞だと思いますね、はい、でその日本でっていうことなんだけど多分アメリカだとポッドキャストもっと普及というか人気で おそらくだけどぱっ、まあ、と思いつく理由では車社会だと、まあ、アメリカ渋滞とかすごいからノルさんの生態学的分析 <laughs>、ね、こういう因果関係って面白いよね <laughs>、はい、だから車の中だと音声メディア聞きやすいよね,そうすね映像ってちょっとやっぱ運転危ないから音を聞き流すとうんで日本でもポッドキャストが流行しつつあるということですねはい でこのジャパンポッドキャストアワード2021ということなんだけど第3回目なのね、うん、だからポッドキャスト自体はもうちょい前からあったんだけどこうやってなんかこうイベントするようになってから3年目とで毎年こうじわじわなのかわかんないけどどんどんえっと注目されてきてまあそういうのもあって我々も配信始めたわけだけども波の手波にね乗りましょうと <laughs> でそのスポーティファイの方がこう我々をねこう選んでくれたっていうことですけれども、はい、スポーティファイで聴けるじゃないポッドキャストはいだから彼らは我々のその視聴回数とかのデータを全部見えてるわけ、まあ、それはそそうでしょうそれに基づいてそれも一つの先行のまあデータだったらしいんだけど、はい、ポッドキャストって YouTube と違って視聴回数が 公開されてないいじゃだからどの番組が人気かっていうのは、まあ、大体はもちろん分かるんだけど評価とかコメントとかでそうだね評価のその星のなんか数とかかもしれないけど YouTube みたいに何万回再生とか<ー>そういうのは出てきてないんだけど Spotify 側は見えているの<ー>でまあ我々まあまだまだかもしれませんが、まあ、それなりにリスナーの方が増えて視聴回数もあったということで選んで いただいたということで、これは一言ねリスナーの皆さんのおかげとも言えると思うんで。はい、それはもう誰も聞いてないラジオなんて <laughs> ノミネートされないと思うんで。確かにね。こんなニッチなラジオを聞いてくださっている方々のおかげだと思いますけどね。はい、本当にありがとうございます。<laughs> ありがとうございます。うん、わむ。で、受賞理由としては、まあこうやって大学の先生と学生でまあ議事授業みたいな、まあ議事というか、ほんまにオンライン授業ではあったんやけども、まあそういう難しい ネタを分かりやすくみたいなもあるし、生物多様性とか種の起源とかこうなんか聞いたことはあるけど、やっぱちゃんと学ぶ機会ないよね種の起源別に高校の教科書とかでそんな取り上げられるわけでもないのでそういうことを説明してくれましたみたいな感じではあの聞いたんですけど、うん、でも今思うと確かに結構ニッチというかこう難しい内容を扱ってるなと。 思います僕はいろいろ勉強してでなんか本なんか教科書とかも読んでノリ、うん、さんが分かりやすく解説してくれるのを面白い面白いって聞いてるんで、まあ、僕は多分面白いと思うんですけど一般の人が、まあ、聞いてくれはる方が、まあ、何十人何百人いはると聞いてるんですけどすごい勉強熱心というか日本も広いなって思いますね。ね人 <laughs> <laughs> 人口1億人くららいいるかか、ね、<ー>その中で生きき物好きとか 自然が好きとか、ね、もっといるはずなんで、まあ、こういう賞を機会にねもっと広まればいいなと思ってますはいでその昨年のこのアワードの「SpotifyNEXT クリエイターショで「農家の種」というチャンネルでもう僕もまあよく聞いてるんですけどそのいわゆる農系のポッドキャスト <laughs> 農業系のポッドキャストってすごい人気というか盛り上がっていてえどういうラジオですか今今年は今回は回 トトマトが取れましたっていうのがいろんな方がいるのよ配信者全国各地に農家の方って全国に散らばってるやん、はい、地方地方にで作ってる作物もそれぞれその農家さんごとに例えば何高知高知県の方まだ知らないけどなんとか県のトマト農家さんもいるし別の県のきゅうり農家さんとかもいるしお米作ってる方もいるしそういうのがいろんなチャンネルがあって。はい でその農家の種さんはそれをこうひとまとめにしているというかうオムニバス事業みたいな感じですか全体的にオムニバス事業みたいなクロップスっていうね番組もあるしその全国の農家さんの配信者ポッドキャスターの方をつないでいてこうポッドキャスト全体を盛り上げているみたいなそういった受賞理由が去年の,その農家の種にあったから我々も そういういなんかポッドキャストの新しい使い方というか大学の授業で使ってるやんはいあだからこれが評価されたんやなと思って言ったらまあ別にそういう話でもないそういう話もないですか <laughs> <laughs> それは毎回言ってましたけどね僕に <laughs> <う>新しいから評価されたんじゃないかなみたいない、ね、言ってたはい、言ってましたそれはねまだ、あのーまあ、あの大学の授業あの事情とかね、はい、そんなまだわからないですから<ー>はい でもあんまないと俺が知る限りえじゃあ何が評価されたんですか話が面白かったんですかね <あっ S 2> <laughs> それは嬉しいですね <laughs> はい。じゃあ頑張っていきましょうでですねその受賞式というのが先日東京でありまして私が出席したんですが、はい、その受賞式の様子がまあ、生配信もされていたんですが YouTube で見れるようになって っています拝見しましたよノリ<本>さんがトロフィーを持って喋ってるところそうそうでちょっとそこのリンクをちょっとこの概要欄にでも上げて<ー>そっから始まるっていうのでちょっと恥ずかしながらですけども <laughs> えでも様になってましたよそうですであのもちろん僕じゃだけじゃなくて他のね受賞作品の方々もたくさんいてなんか Spotify で最近見たらそのジャパンポッドキャストアワードの 受賞作品ノミネート作品がオムニバス事業的に一つのチャンネルっていうのかな、はい、そあのまとめられていたんでそれのリンクも送れると思うんで、はいえっと、僕らはその「主の起源シーズン」のなんか自然淘汰の話とかのエピソードがぽってこう<お>代表作、まあ、我々が選んだんじゃないと思うけど、まあ、取り上げられていてあ<ー>他の、えっと、番組もその面白そうな エピソードがポン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 あるんでまあそれでいろ,あのいろんな分野のジャンルのポッドキャストの番組があるんで,るまで聞いてもらえればなと思ってます。はい。で授賞式行ったんですけどいわゆるポッドキャスト業界ですごい有名な方というか人気のある方とかもいらっしゃって「<ー>あの古典ラジオの」の古典の深井龍之介さんとか、ね。いらっしゃったですかその、うん、あの古典ラジオじゃなくて アスコープっていう別の教養番組がなんか受賞されていたんで<ー>それはその深井さんが歴史の話をするんじゃなくて逆に深井さんがインタビュアーでゲストの方いろんな歴史以外のいろんな専門の方をゲストに招いて対談するっていう、うん、でこれまたインタビューもうまいんだけどなるほどあ深井さんやと思って挨拶行きましたけどね。おー こっつっていつも聞いてますっつって、はい、ねユ YouTube 界で言えばヒカキンさんみたいなポ<ー>、ね、ッドキャスト界でみたいなあと同じ科学系のポッドキャストでで,ですね同じく Spotify の賞を受賞した佐々木亮の宇宙話ああかノリスがたまに喋ってる、はい、佐々木君もいますあの僕ちょっとオンラインで話したことがあったんですがリアルでお話しするのは初めてだったんですが まあ、いい意味でギラギラしているというかい、ね、若さのパワーというかやっぱすごい見習わないといけないなと思ったんだけどやっぱコミュニケーション力とかあるのよ<ー>いろんな方とこう写真撮ったりなんかコミュニケーションしてコラボしませんかみたいな感じして勢いあるなと思って。でまあ佐々木君と 出てよかったですしあとスポティファイ賞はですね「漫画076」のっていう漫画をやっているポッドキャスト、はい、漫画を紹介するポッドキャストの丹羽さんとすごい優しそうなお兄さんでしたけど俺その漫画実はすごい全然読まない <laughs> 僕の方がもしかすると僕漫画アニメ結構読むんでめちゃくちゃ盛り上がったかもしれないねはい だかからなんか昆虫を題材にした漫画とかあったら、はい、そういうのを題材にこうちょっとなんか一緒にできたらいいですねみたいな話してたんやけど<う>でも俺その漫画076見て、まあ、ほぼ唯一くらいなんやけど僕悠々白書が逆に分かんないっすね。ちょっともう 昔の,なのかな有名どころなんですけどねいつか読もうと思うんですけどちょ,ちょっとね「鬼滅」とかもまだ知らないです呪術廻戦はどうですか呪術回戦は,改正はあれは「呪術廻戦」って読むんだなという <laughs> 難しい感じやなとは思ってましたけど <laughs> いや映画も面白かったです <laughs> 僕は見に行きましたよそんな感じなんですけどでもねそういうのきっかけになんかお話できればいいなとは思ってます,すあとはねさっき純喜と一緒に聞いてたけど <laughs> はい アダルトーク<出た> <laughs> 結婚したい乙女たちのアダルトークのお二人がいて、はい、なんか最初控え室に行ったら、はい、すっごいきらびやかなお姉様が二人お二人て、はいてすごい華やかなドレス着て、うん、まあそれもあって俺緊張して <laughs> 他の人とも、まあ、有名人やなっていうのもあるし、はい、人見知りとそのコーチにない刺激で。はい 俺やっっぱずーっとついてた <laughs> <laughs> あと前でねちょっと受賞した時もちょっと一言喋ったんですまあ緊張してます、うん、でポッドキャスターの人やっぱ基本しゃべり上手や、ね、当たり前かもしれないああまありし,しゃべりしかないですもんね、うん、みんな上手俺一番ちょっともごもごしてる <laughs> そんなことないっすよ <laughs> はい あと同じ科学系ポッドキャストでコペテンナイトがノミネート作品に選ばれていてその当日い,なかいらっしゃらなかったんですがあの大学生の女の子2人が宇宙の話している番組ですねで受賞受賞というかそのノミネートされたんでその動画をねえー、っと1分くらいかな作ってその送ってきてもらったんだけど我々も受賞動画作ったじゃない 作りましたであれは Spotify の Twitter で流れたんですけど、はい、まあ同じような感じでノミネート作品なんでそんな1分くらいの動画があったんですけどなんかすごい上手なのよ上手ですか、うん、<laughs> 我々ちょっとあれ、まあ、急な話やったんやけど <laughs>、うん、ちょっと緊張するやん緊張します、うん、なんかねちゃんとしてんのかアナウンサーみたいな<ー>素人さんというかインディーズ我々みたいなねこういった一般の個人の 配信者なんだね上手やなとあとは「科学のラジオ」っていうのが、まあ、それも去年始まって吉田久典さんっていうのはこの本当プロの方でプロっすか日本放送の,あのアナウンサーの方がこう聞き手役のチャンネルあってまあその吉田さんは別の、えー、とポッドキャストチャンネルが受賞したんでその場にいたんですがだからそのいろんなアナウンサーの方でいろんなチャンネルとかいろんなお仕事されていてすごいノリがいい人なんやけど。 その日本放送のスタジオで授賞式やってでそこが職場なの直前まで上で仕事していてはいで結構業界メディアの方ってなんかラフな服装してるやんあ<ー>なんかあのスーツとかじゃないやんノリさんもいつもラフな格好してますね,ねラフでだけど授賞式だから <laughs> かっちり決めてましたね着たことのないジャケット着て、はい、もう靴は当日買ってくらいの先輩もノリさんの格好見て あの服は見たことないと <laughs>、はい、けど吉田さんレベルいくとマジで私服で受賞し<ー>なんか慣れてるなと思って話、まあ、ずれるっちゃずれるんですけど以前純喜とそのずっと前もはや1年くらい前になるかもしれませんが「科学系ポッドキャストが熱い」っていう番外編収録して。 相互 CM っていうのを流したの覚えてますああ覚えてますよ何十秒かの CM 作って他の科学系ポッドキャストのチャンネルからもその CM もらって、はい、どこの回に何の CM をどれだけ流そうかっつってなんか作戦会議したの覚えてますそうそうそう <laughs> でそれずっと前にあの我々が配信したエピソードなんですが、はい、実はそのエピソードだけなんかすごい再生されてる いでだかだそ,そのエピソードがそう再生一番再生されてる我々のよくわからないそのポッドキャストってアプリとか見ているとおすすめのチャンネルって出て出くる、はい、例えば我々だったらすごい進化ラジオでもその中の特定のエピソードがおすすめされるってまあたまにあったりするんだけどあんまないと思ってね、うん で我々のその科学系ポッドキャストのそのちょっと特集というか紹介したエピソードだけいまだにすごい再生されているんやけど何経由なのか我々も分かっていないとでもなんかこうねあのー、こういう佐々木君とも喋りましたけど科学系ポッドキャストでこう盛り上がっていければなと願っております。うんわ えのりさんなんなかお知らせがあるようではいすごい進化ラジオですが、はい、今後も配信を続けますあれ <laughs> あれあの以前配信やめるって言ったんですけど、はい、やっぱやろうかなというやっぱ心に火がついたすか、はい、でもあの <laughs> このエピソードが公開されるのが、はい、2022年4月1日ということではい。 まあ、エイプリルフールなんで、4月1日です。1> <laughs> 何が本当なのか分かんなくなっちゃうんですが、はい。ちょっと続けようと思います。続けるのはガチ。はい、ありませんす。ああ<おー>、<laughs> はい。で、あのー。や やめるって言ってやっぱやるっつってやっぱやめるかもしれないですけどね <laughs> <laughs> まあそこら辺は緩く、ええ、でもですね <laughs> ちょっとあの体制を整えてというか配信の仕方をですね Spotify 独占配信ということで、はい、Spotify の方からですねまあバックアップしてもらって体制も整えてまた仕切り直しということで、はい、あの進めようかなと思ってますえ今までと何が違うんですかあの我々のですね喋っているこうこんな感じとか 取り上げるテーマとかは大きな意味では変わらなくて、はい、このスタイルを続けようかなと思っているんですがスポティファイ独占配信が始まったら新しいエピソードはスポティファイでのみ配信されますと、うん、でそれまでのエピソードはに関してはしばらくは他のえっの、と、プラットフォームアプリですねアップルポッドキャストとか。 ポッドキャストとかアマゾンミュージックとかその他あと YouTube も含めてですね使えるんですが、はい、過去のエピソードもそのうちスポティファイ以外のアプリからは消えてしまうんで見,見れなくなってしまうんで、えー、今のうちにですねスポティファイにお引越ししてくださいということですああなるほどでその「すごい進化ラジオ」は1年以上です 1>, 1年ちょっとですね、純、ま、期、あ、と楽しみながら配信続けてきましたが、まあ、やはりやっていると大変な面もいろいろとまあ現実的にはあったんですが、まあ、この度 SpotifyNEXT クリエイター賞受賞をきっかけに、ですね Spotify の方々がいろんな面で協力していただくことになったので、まあ、その体制で頑張って配信を続けていこうと、まあ、そう思っております。はい はいといととうことであの詳しくはですねあの、今後のエピソードでもお知らせしていこうかなと思っておりますが、ダーウィンシーズンもまだもうちょっと続きます。<い>ダーウィン、まだ話足りていないところがあるで。前回のやつ、なんかもう最終回ぐらい内容濃くてすごかったですけどね。富士坪。はい、富士坪の次の時代があるんですね。あ,あるんですか。<laughs> あと2回ぐらいはちょっとやろうかなと思って、<laughs> まあ、その時にで、ね、もちょっと。 ええと、今後の配信の仕方について詳しくお知らせできればなと思っております。はい、以上です。うす。ありがとうございました。